はい、クジラカレージです。いつもたくさんのご視聴、本当にありがとうございます。前回の動画、いろいろちょっとブツブツ言って、すいませんでした。ちょっと顔が明けな、だいぶ日に焼けてきた。今日は田んぼでね、午前中ちょっと種まきをしてきました。まだそういったね、農作業の、動画も今ちょっと、ちょっと取りやめてるっていうか、なかなかね、撮影がね、思うようにいかなくて、ちょっと ちょっとずつこう、撮影してるっていう感じで、まあ、編集の方をどうするかっていうところで、どの段階でね、お届けするかっていうのはちょっと、今考えてるところで。まあ、何回かにこう、区切って、田植えとか、ね、そんな感じでこう、イベントごとに区切っていって、こう、動画配信できればいいかなと思いながら、今ちょっと取りやめてるところです。はい、まあ、昨日の件で、いろいろちょっと、ね、せっかく皆さんから、いろいろアドバイスや意見やご指摘いただいてるのにね、なんか、山返したような感じの動画になってしまいましたけど、アドバイスとかね、本当指摘とか、なんちゅうかな、それは違うんじゃないのっていうような意見っていうのはね、すごく参考にさせていただいているので、どしどしコメントの方で、お知らせください。遠慮なく。今後、ほら、まあ、俺が今からやっていく作業ね、まあ、シリンダーの方、ピストンの方とか、もう、全部、もうバラす予定でおるんで、まあ、そういった予測が多分、ね、立つと思うんですよね、車に詳しい方っていうのは。なんで、まあ、注意点とかあれば、教えていただければね、まあ、それは参考にさせていただきますので、どしどし、コメントの方で教えていただければ助かりますので、よろしくお願いします。昨日僕が、ワンワン言うたのは、まあ、もう本当、一人だけなんですよ。一人だけ、もう、どうしようもない奴がおったんで、皆さんね、自分のこと言われてるんじゃないかって、勘違いされると、ちょっと、申し訳ないんで、ちょっと改めて、今日、もう一度、こう、言い直してるっていうかね、まあ、何やったんかっていう話なんやけど、前々回か、まあ、結構前の、プーリーを回す、プーリー、違う、プーリーの中の硬いボルト、俺が回らんして、わーわー言おったやつな。あれを回すのに、まあ、あらこうだしよったじゃないですか。で、最終的に、まあ、インパクトで5リットル回ったわね。で、それを、まあ、インパクトを使うのはダメっていう方が一人おったんです。で、と思って、いかんのかなって、もう全然俺も知らんけんね。その、インパクト使ったらいかん。緩めるのに、インパクトを使ったらいかんっていうのは、ちょっと、聞いたことがないっていうかね。なんで悪いんかが、ちょっと、その時は想像ができんかったんで、まあコメントの返信で、なんでインパクトで使ったらダメなっていう、まあ返信をしたわけです。その人に対して。ほんなら、まあググれみたいな感じで、いいって。それは違うやろって思ってね。向こうが言ってきたんやから、それに対して俺が聞いて、そのググれはねえやろって思わん。だから緩める分に関しては、緩みにくいボルトを緩める、っていうことに関しては、インパクトを使ったらいかんっていうのは、ちょっと、うん、全然、わからん。うん、運動にググったんやけど、出てこん、それは。まあ、ググり方が悪かったんかもしれんけど、まあまあ、なんで、やっぱ、そんなやつやったんやなっていうことで、もうブロックして削除したっていういきさつがありました。皆さんの目には止まってないかもしれないです。見た方も多分いるかもわからんけど、もうそのやりとりがあってすぐにもう削除してブロックしたんで、もう今後そいつとの絡みはもうないですね。今日はね、昨日、これ、ドブ漬けして帰った、カーボン、この、ワコトさん、待ってますんで、よろしくお願いします。カッチカチの、備長炭バルブを、どうなってるのか、ちょっと見てみたいと思います。もう24時間、やな、だいたい24時間ぐらい、使ってたんで、さあ、まあ、どれからいこうかな。まあ、まあ、2番行ってみようか。ね。
まあちょっとは取れたかなっていうレベルやけど、あ、うん、これはダメやな。このカチカチはやっぱり削らんとダメって感じやね。取れてません。多少ね、ちょっとはやっぱあのつけ置きしたのが効果があったかもしれんな。これ結構あのマイナスドライバーで割と取れていくな。あとこれペーパーでなんか取れそうな感じやな。こっちの方はやっぱひどいけどね、こっちの面は。やっぱペーパーで取れんか、こさがんと取れんな。なんかこさげば取れていく感じやね。そもそもね、まあ、あの、これも視聴者さんのコメントで気がついたんやけど、この排気バルブは、オイル下がりとはあまり関係がなさそうやね。どっちかっていうとっていうか、まあ、吸気バルブの方やわね。オイル下がりの場合ね。まあ、そらそうやわね。1番。の吸気バルブな。吸気バルブ。これが一番の排気バルブな。まあ、オイル下がりっていうのは、これ、こういう状態になってる。シリンダーがね。で、こっちが排気バルブなんで、こっちが吸気バルブ。この上はもうオイルでべちゃべちゃになってる。ところなんで、この隙間からここ通ってシリンダー内にオイルが入るのがオイル下がりですよね。排気の方はあのどっちかっていうと圧力は向こう外向きなんで、あのオイルがまあ下がってくることはあまりないのかなって思うんですね。なんで吸気バルブの方から、あの、オイルが下がってきてた。オイル下がりだった場合ね。けど、あの、見た目ではオイル下がりしてたかどうかっていうのは、ちょっともう、すでにわからんよね。あの、バルブ、ステムシールか。あれ、もうひっぺがしてしまったし、ちょっと、それぞれ、あれしてみようか。シコシコしてみようか。どんな具合なのか、ちょっとね。4番の排気バルブ。4番の吸気バルブと。よし。これで、バルブの後ろ、これで、なんちゅうかな。なんか違和感を感じるとか。まあそういうのがもしかしたらあるっていうことやろ。ここまでは出らんもんな。ある程度この辺ぐらいまでしかちょっとしか動かんもんね。これは特に排気の方は問題ないですね。何も違和感をかかるとか、あの突っかかりがあるとかそういうのはない感じですね。吸気の方、このなんかちょっと違和感ありありであった2番の吸気バルブ、もうこれも特にね問題はなさそうですね。
これも大丈夫。特に、バルブの曲がりっていうのはなさそう。これでちょっとチェックしてみます。どんくらい曲がりがあればブレるはずなんでね。はい、バルブの曲がりは、心配なさそうですね。まあ、そもそも、まあこれ、今回のオーバーホールは、オイル下がりじゃなくて、白煙の始末なんで、まあそれがね、原因が何だったのかっていうのが分かればね、一番スッキリするんやけど、まあちょっとね、もう、それどころの話じゃねえわね、このエンジンはね。まあこんなバルブの状態とか、まあ皆さんご覧になれば、いかに、手入れしてなかったのかっていうのがね、多分わかると思うんで、まあ、もう、この際ね、もうせっかくここまでバラしたんやったら、もう白煙がどうのこうのっていうよりも、一度変えられる部品は全部変えてあげる、これかかるけどね。エンジン、中古のエンジン買った方が安く上がりそうな気もしないでもないんやけど。まあ、基本変えるとしたら、消耗品やかにね、ピストンリングであったり、まあ、ガスケットは全部そうやろね。それから、カム、コンロットのとこの、メタルの、なんか挟まってるやつな。名前を忘れた。親メタル、子メタルかなんか言ってたよね、誰か。まあそこやろ。まああと、カムのシール。そういった、要は、まあ10万キロ行ったら変えようかっていうような感じようなのとことか。そんぐらいを全部、洗い流して、ごそっと変えて、きっちり組み直して、やってあげれば、そこそこエンジン自体の、エンジンのコンディションっていうのは、まあ、100% までは戻らんと思うんで、今までよりは良くはなるんじゃないかなっていう感じがするよね。それで白煙が止まればラッキーっていうとこやろ。まあ、もちろんバルブのステムシールとかね。ああいうの変えて。まあ、ピストンリングを変えて、要はオイルの焼けが止まらんかったら、まあちょっとそれは、もうそっから先はちょっとわからんとこやけどね。やってみるしかねえよね。もう結局見えてこんもんね。まあ後でちょっとピストンリングっていうかシリンダーを、覗き込んでみます。皆さん気になってる2番のシリンダーね。あそこをちょっと、ズームして、見てみます。まあ今日はちょっともうバラす時間がないんで、何もできないんやけど、それをちょっとね、今から見に行きましょう。ちょっと、いつまでもこの状態に置いとくの悪いよな。なんか、2番、ちょっと2番にクローズアップしてみるよ。どうなの？クロスハッチって何？クロスハッチがどうの方のって誰か言おったやんか。なんかちょっと2番のシリンダー内ジャリジャリするんやけど、気のせいかな。この辺これ錆びたんかな。もうでも3番は全然
あの、スススス行くんよ、このウエスが。3番はな。2番って、なんか、この辺が、ジャリジャリするんやけど。はい、っていう感じです。っていう感じっていうか、もう、なんちゅうやろな。どうにもこうにもできませんっていう感じやな。もうビスを外さんとわからんね。あのジャリジャリ具合。あれが、ね、白煙の原因っぽいよね。なんかね。あえてジャリジャリなってるっていうことは、まあ、ピストンと、ピストンについてるピストンリングが、ちゃんと仕事してないんやろね。だけどあえて、まあ、カスみたいな、のが残ってるっていうことじゃねえかなって思うよな。で、あの隙間から要はオイルが上に上がってる。で、オイル上がりしてるっていう感じ。なんでやっぱ2番から白煙が出てたっていう感じじゃねえかな。なんとなくね。まあ、もう、ほんとそもそもピストンを外してピストンリングを見て、まあ、固着してるかどうかっていうのが分かればいいけど、分からんかったらもうどうもこうもならんけど。まあ、そんな感じで、もう結局のところ、うん、やっぱり全部バラして、ちゃんと、まあ、リング、ピストンリングとか新品あるんかな？そこわからんけどね。まあ、最悪、なかったとしたら、やばいかんね、こら。やばいかん。まあ、とりあえず、まあ、オイル下がり、まあさっきも言ったように、まあもともと白煙をね、止めるっていう、なんとか止まらんかなって言って、添加剤やら何やら始めた、ね、この整備なんやけど、まあ結局のところはもうエンジンがぐずぐず、全体的にね、何もかんもがもうぐずぐずなんで、やり換えんといかんっていうやつよね、結局ね。白煙どうのこうの以前の問題のエンジンのような感じなんで、まあ、全部ばらして、変えられるとこ変えて、組み直して、まあ、それでね、白煙が止まるかどうかっていうのはちょっとわからんのやけど、まあ、エンジンがかかればいいかなと思います。はい。まあ、今日はちょっとね、何も進んでないんやけど、まあ、バルブは、まあ、ご覧の通り、一晩、24時間つけてても、まあ大した効果はなかったぐらいのカチコチ具合だったんで、まあ皆さん、おっしゃる通り、もうガチ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 削って、まあヤスリで削ってね、やっていくしかねえのかなと思います。はい。まあ、それ削り終わってから、綺麗にしてからね、次の、工程は、バルブのすり合わせっていうのをちょっとやってみたいんで、それちょっと面白そうなんで、いい絵が撮れるかなって思うんで、まあ、それはちょっとお楽しみにしとってください。はい。まあ、今日のところは、いろんな、ちょっと現状の報告というか、まあ、そんな感じの動画になりましたけど、何も進んでませんけど、まあ、シリンダー内、ちょっとご覧になって、見る人が見ればね、おそらくわかるんじゃないかなと思います。ぜひともコメントの方で、あ、これはっていう意見がありましたらね、どんどん書き込んでいただければありがたいと思います。はい。この調子で頑張っていきますので、クジラガレージ応援のよろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価、グッドボタンもよろしくお願いいたします。はい、以上です。ありがとうございました。